速行きましょう。はい、ウェイトステイチューン。この番組はジェネオンエンターテインメントとフロンティアワークスの提供でお送りします。フェイトステイチューン。早速紹介しましょう。合ってるよね。合ってます、合ってます、ね、ものすごい合ってます、はい、早速紹介するよ、はい、本日のゲスト、麻藤真嗣役の神谷博さんです。はい、どうも、神谷博です。ようこそ。ていうかオープニング一個も掘りませんでしたね。え、そうなの。いや、オープニングは喋んな方がいいのかな。いや違う、なんかね、今までゲストが2人、はい、いらっしゃってるんだけど、うん、なんかいるくせに無視したりとか、うん、ちょっといろんな振りをいつもしてたから、うん、割となんかね、カンペでね、なんかオープニング長くてすいません、うん、放置しちゃってみたいなのを今気遣って見せてくれたんですけど、あ、ごめんなさい。いや、別にいいですよ、うんうん、はい、いいと思います。なんで怒ってるの。いや、もう今日ライダーがいないんでね、なんかちょっとね、そうそう、やる気ないですよ、ね、なんか違う現場で今一緒なんだけど、はい、なんかラジオやってんだよって言ったら、うん、ぜひライダーと一緒に呼んでよって。そうそうそう、ライダーとセットでぜひ呼んでくださいって話だったんですけど、ね、残念ながらね、今日ライダーいないんでね、やる気半減ですよ。あら、まあ、もうこのまま帰ってもいい感じなんですけどね。本当ですか。ちょっと感じ悪くなっちゃいますけど、うん、嘘です、ちゃんとやります。そうだよ。え、何、僕麻藤真嗣役の神谷博だよ。そうだよ。なんか聞きたいことあるかな。ちょっと爽やかトークにしてた方が、うん、そうだね、いいよ、いい感じに しといたが、あの、今までのところカットしといた方がいいんじゃないかな。お、はい、本当カットはしないけどさ。はい、うん、ということでね、まあね、はい、あ、で3人目の、うん、まだ3人目なの。そう、さくらちゃんが来て、うん、そのりちゃんが来て、澤部さん、あーちゃんが来て、うん、はい、それで僕でいいの。いいんだよ、もっと他にもいっぱいいるじゃん、うん。え、誰、え、杉山くんとか来てないのまだ。誰って。それが主役、主役。違う。何何、シローは、いや、もう最後の方に撮っとこうと。小物、それそうでしょ。小物は最初に呼んじゃえってことか。そういうことじゃないけど、シローはやっぱり、うん、あの、シローが全部プレイした後とかに呼びたいね。ゲームね。そうだ、ゲーム発売されました、ね、あ、そうですよ、うんうん。やりましたか。やってないけど、やった。いや、ちょっとだけやった。いや、ほら、私さ、ゲームやらないの。うん、そうだよね。だから、あの、フェイトだけ特別扱いをするわけにもいかない。何のプライドですかそれ。まあ好きだけどね。そんな川澄愛子は僕大好きだけど。フェイトだけ特別扱いをするわけいかないっていうか、うんうん、素敵だと思うよ、うん、まあ、ぶっちゃけまだ手元に届いてないんだよ。あ、そうですか、うん、私もまだ届いてないし、多分事務所にあるんだと思う。そうだね、うんうんうん、僕はあの昨日いただきましたね。え、うん、ねえ、うん、どうだった。お、あのね、っていうか、まだ5分ぐらいしかやってないんで何とも言えないんですけど、うん、昨日ちょうどね、すごい遅く帰ってですね、そう、2人じゃないんですけど、もうかなり大人数で、うん、その、はい、そこにあるゲームやってた。そこにある、そうそうそう、うん、違うゲームをちょっとかなちゃんなどとですね、うん、はい、遅くまでやっていて帰って生き残り合戦をね、なので今日来る前にちょっとだけやったんですけど、うん、うん、まあでもすごく、あ、もう行かなきゃと思うぐらいあっという間に時間経っちゃって、うん、あ、そうなんだ、うん、まあね、本当に物語だもんね。そうなんだよ ね、まだ、うん、始まったばっかりなんだけど、もうみんな出てきました。まだ文字盤も、うん、自分が出てきたところからちょっと進んだぐらいかな。学校のとこだ。そうだね、はいはい、うん、自分はどうだった。嫌な感じだね。ほんと嫌な感じだね、あの人ね。真嗣くんはほんと嫌な感じだった。思った以上に嫌な感じだった。どうしようと思っちゃった。だからちょっとその真嗣のイメージをここで僕は払拭していかないといけないのに、うん、オープニングでライダーがいない不満をぶちまけて、そうそう、余計感じ悪い感じになってる。あ、真嗣っぽいって思ったもん。あ、もうすごい最悪。そんなことないんだよ。すごいいい人なんだよ僕。いい人ですよね。ほら、私、うん、あの、なんでしょう、いろんな噂を聞いてたんですよ。どういうこと。どんな噂。いや、歯に嫌なやつだよ。いや、歯に気抜きせぬとか、うん、あの、すごい自分に素直な方だよみたいな噂を聞いてて、うん、で、どんな人なんだろうってドキドキしてお会いしたら、うん、ものすごい優しくて。確かにそれはね、そう、優しくはないけど、うん、優しい優しいと思ったんです。なんかすごい2人にそういう風に言っていただけると、うん、なんか、はい、みんなのイメージもちょっといい方向に動くんじゃないかな。いや、もっと言ってくれた方がいいんじゃない。毒舌とか言われるじゃん。で、私結構細かくお仕事ちょこちょこっとずっと一緒だったんだよね、うん、あの昔から、うん、けどこうレギュラーっぽいのが、まあ、フェイトもそうだね、最初、うん、最初の方だもんね、12分くらいで、うん、で最近結構一緒になるんだけど、うん、はい、そんなしたっけ。はい、ね、神谷さんと、うん、普通歌を読んでいきたいと思います。あ、じゃあ読んでいこうかな。いい、ね、はい、うん、読んでいきますよ。はい、どうぞ。マスターネーム神奈川県のお住まいの大福さん兄弟E さんからです。川澄さん、上田さん、神谷さん、こんにちは。こんにちは、先日某新聞の記事に妻が夫に言われて傷ついた言葉ランキングというのがありました、
第1位は最近太ったねだったのですが、お二人が実際に言われたもしくは言われたくないなという言葉を教えてください。よろしくお願いします。言われて傷つく言葉、人に言われて、なんだろう、なんかあります？なんかいっぱいありそうだけどね。ね、うん、それは傷つけられるような言葉を言われたら傷つくよね、うん、そりゃそうだよね、うん、普通にバカとか、ね、アホでも傷つきます。まあそんな傷つかない、バカとかアホは、まあ、言われ方によるんじゃない、言われ慣れてるかな、言われ慣れてるんだ、うん、どんな人生うん、でもそれはわかるわ、うん、わかんない、いやいやいや、じゃなくて、うん、なんとなくね、そう、うん、だけど、うん、なんだろうな、私ね、なんかね、不機嫌って言われるのが傷つく。あー、あー、そういう系ね、うん、私眠そうって言われるの傷つきますね、うん、眠くないのにね、眠くないの、そういう目なんだよと、うん、そうそう、今日なんかさ、すっごいいいご機嫌でヤッホーって現場行ってんのに、うん、なんか怒ってるとか言われるとあれって思う。ヤッホーって現場来たことあるかまずそこがないだろう。大抵眠そうだよ、ダルーってくるじゃんタクシーがさーって言いながら、そんなことすごいやる気満々に来てるじゃんすごいやる気満々じゃん、いつも。あ、そうですね。なんかある神谷さんは。あるかな。いや、それは人並みに傷つきますよ、いろいろ言われても。ただまあ言われ慣れてるんでね、あんまりなんか言われても傷つかないかな。うーん、バカとか言われても、まあでもその分自分が言ってるっていうのもあるので。そう、だってバカだなとか絶対言われたことあるよね、私神谷さんに。あるね、多分。あ、私もあるかな。言ってると思うよ、それは。あの、本当にすいませんでした。いやいやいや、大丈夫ですけど、ね、あの、でも本当にバカな人にはバカって言わないので、僕は。へー、うん、大人だ、ね、そうかなじゃあ、ね、真っ当な大人の意見を言ってると思うんですけどね。そんなね、二択とかできないこと世の中いっぱいあるよね、うん、そう、夢見てる人にはちょっと厳しい意見かもしれませんが、はい、じゃあまず行ってみますか、はい、あー、すげー番組だなこれこちらマスターみほさん、和歌山県の方です。あやさん、かなさん、神谷さん、こんばんは。こんばんは。今すごく悩んでることがあります。私は高校生活が始まり部活に入ろうと思うのですが、茶道部に入ろうか放送部に入ろうか迷っています。茶道部は中学の時にやっていたので続けたいなと。でも私は将来声優か DJ になりたいと思ってるので、発声練習ができる放送部にも入りたいと思っています。でもさすがに掛け持ちは大変、私はどちらに入部すべきでしょうか。こんな時は、うん、茶道部に入部せよ。早い、結論早い。声優とかならない方がいいですよ言っちゃった、残念ながらね、声優にはならない方がいいと思います。 DJ でもいいって言ってますよ。あ、じゃあ DJ になったらいいんじゃないですかね。うん、あんまり放送部って、でも私すごい自分のイメージとして、うん、活発な子がやる、なんて言ったらいいの、そのなんかクラスのリーダー的な、うん、ちょっとこうクラスでも美少女的な人がやるイメージがない。いや、うちの放送部ドジミでしたよ。なんか今軽くフォローね、うん、あー、なるほど、うん、あー、すいません、まあいいけどいや、そんな、でもそんなイメージない。あるあるある。でもね、両方あるよ、両方ある。あ、そうなんだ。すごい地味な人たちがやってるんだけれども、うん、なんか妙に弾けちゃってるなっていうのもあったりとか、逆にすごいやっぱりなんかちゃんとしてる。そう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 、私実際放送部だったんですけど、うん、ドジミだったの。ドジミだったんだ。だって昔の、あのテープを DVD にしたりとか、うん、あとなんか編集作業とかしたりとか、うん、あの職員室のなんだろう、うん、先生たちの教材ビデオを、うん、あ、そういうのなんだ、うん、まあ、別に勝手にさ、本当にラジオみたいに好き勝手なこと、うん、一応お昼放送をやってました。今日のお昼の放送はみたいな。そうそうそう、うん、でもそれぐらいじゃあと、こう、あの下校の時に流すとかさ、 あとなんか朗読大会みたいなのもありましたけどね、年に何回か。でも現にこうして声優になってる子もいるわけだしね。なってる人もいるんだね。放送部でもいいんじゃないかと思うけど、私茶道やってたよ私茶道やってたけど声優になってるよ、うん、そうだね、うん、じゃあ両方やどっちやっててもそう、なんか両方とも諦めるのがダメなんじゃないの、大変とか言っちゃって。茶道美味しいじゃん。でもこれさ、どっちかに決めようってコーナーなんじゃないの、一応ね、うん、じゃあもう神谷さんがさっきあの、うん、あの答えでいいんじゃない、うん、そうだよね。でも一応バシッて入っちゃいました。そうそうそう、うん、だって、うん、まあね、あの放送部入んなくても声優になれるしね、うん、放送部でそんなに芝居勉強しないし、演劇部入った方がいいんじゃない。そう、発声だったら合唱とか演劇とかの方がいいんじゃない、うん、
そうだね、うん、それはそう思うわ、うんうんうん、まあでも変にね、色つかない方がいいんですよ本来だったらね。そこでなんか高校生の時とかにね、うん、演劇部なり放送部とかに入って、うん、こういうもんだっていう風に思い込んでからこの業界入ってきちゃうと、うん、結構大変。なるほどね、うん、なので結構まっさらな気持ちでもし声優になりたいんだとしたらまっさらな気持ちで入ってきた方がいいかと僕は思うんだよね、うん、どっちかというとこれマジな話なんだけど、うん、なので変に色がつかないようにするためにも茶道部におすすめします。うん、茶道部の女子が好きなんでしょ。うんうん、うわそうなんだよね、どっちかっていうとね、はい、うんね、うん、フェイト運命の扉。心の中に7人のサーヴァントのうち1人を思い浮かべよ。運命の扉、その向こうに控えし者を当てた何時の道は明るい。キャスター、キャスターを選んだあなた、浮気心を抑えて一途にやり遂げることが重要よ。ラッキープレイスはお寺。そしてですね、はい、神谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでしたが、なんかあっという間だね、うん、なんかすごい僕感じ悪い人で今日最初から最後までいた気がするんですけどそんなことない、そんなことない神谷さんのすごいとこはなんか落とした後にちゃんと開けて閉めるから、だから、ね、大人なんだよ ね、 ね、あのしっぱなしじゃないんだよね。そう、よかった、フォローしてくれて。いや毒舌も愛があるんですよ神谷博士のね本当ですよ、そう思います。ありがとう、うん、助かった言われた気がするよ最後に。あんまり言うともうくすぐったくなってくる、うん、そうだね、あんまり言うとなんか嘘なんじゃないか自分が思い始めるそうか、本当に嫌な人なんじゃないかみたいな、ね、そうそんなことない、本当にいい人でしたよ、うん、くそなんで過去形なんだろう本当だよね、もうなんか呼ばれないみたいじゃん。そんなことないっすよ、そんなことないですよね、うん、まあ、男性ゲストとしては2人目でしたが、はい、うん、まあなんかこれからも、うんうん、まだまだ続くのですね。でしょ、続いていくんでしょ、うん、続けていくんだよね、うん、今度はですね、うん、なのでライダーと一緒にね、あ、ぜひ、ぜひね、そうですよ、もう必ずライダーと今度は次ぜひ一緒に呼んでください、うん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 、まあ、今よりもっと楽しい時間を皆さんに提供できるきっとはい、もっと頑張りますから、うん、ライダー来たら、はい、はい、なんかお知らせとかありますか。特にないんですけど、週刊ファミ通毎週金曜日発売ですいつも読んでるよね、うん、いつも読んでる、うん、ね、いつも読んでる雑誌なのでみんなも読んだらいいんじゃないかと思って。この間の付録良かったですよね。良かったね、うん、何の話私すごい持ち歩いてますもん。そうだよね、うん、僕もかなりボロボロになってるけど、ね、何後で見せてね、うん、いや見てもきっと、うん、分かんないんだはい、じゃあ皆さん週刊ファミ通をよろしくお願いします。はい、ねはいということでですね、神さんありがとうございました。ありがとうございました。番組の最後の最後に待ってるのが第4のレイジュ、うん、毎回違う指示に従って番組を締めてください。はい、もちろん今日もお約束神谷さんにやってもらいましょう。んこれはですね、うん、とりあえず言ったことに何でも従え。あーそうなんだ、レイジュだからね。レイジュは従わないといけないんだもんね。そうです、わかりました。はい、じゃあ今日はね、はい、いきます、はい、実は川澄上田と二股していました。そのことが二人にバレ詰め寄られたあなた、さて何と言い訳しますか。あ難しいね、難しいね、うわどうすればいいんだろう。じゃあ考え、ちょもういくよいくよ、はい、ちょっと本当に見て、セーバー役の川澄こと東坂凛役の上田かな、そして麻藤新司役の神谷博士でした。次回もウェイトステイチューン。この番組はジェネオンエンターテインメントとフロンティアワークスの提供でお送りしました。いやだから違うんだって、本当に2人は そういうんじゃなくて、だからね、そのもう本当にちょっとリアル一番なんか本当にありがち